きましたけども、はい、いかがですか。髪ボッサボサなんですけど、あなたが焼肉屋さんに今日来たい人が来たんですけど、やった、他の大好きな縁、なんか知ってるんですか。え、私ここ一回来たことあった。渋谷、うん、いつも新宿じゃないの。いつも新宿でもなんか来たことあった。何が好きなの。桜井家桜井家だけが好きなの、うん、じゃあ別に焼肉屋さんじゃなくてよくない。いや、でも全部美味しい、美味しいんですよ、本当に。じゃあ、PR して、これおすすめ。でも、これ食べて、私は1円になった。おい、それ風評被害。ここじゃないんだけど、ここじゃないんですよ。カツを食べて1円になったので、ちょっと怖いみたいな気持ちはあります。何の話。ここのハツが好きなんです。ここのハツはなんかすごいしょっぱくて美味しい。すごいしょっぱいんですね。しかも褒めてないし。褒めてるよ。店員さんめちゃくちゃなんだけど、店員さん教えてたら怒ってる。だから店員さんは外国の方しかいないから日本人がレア。てかさ、俺思うんだけど、逆に外国人の人の方がさ注文しやすくない。わかんない、なんかさ、そのなんかさ、そう、しかも優しいし、なんかそんなに気ぃつかなくていいっていうかさ、いろいろ注文できるから、僕ね、意外と外国人の店員さんの方が好きなんですよ。頑張ってるよね。何様お前。違う、何様お前。何がか、なんか日本語わかんないのにすごい頑張ってらっしゃるのがすごい。だってさ、自分がさ、アメリカでさ、バイトするんだよ。絶対無理じゃない。私絶対無理。まあ、気が無理でしょうね。絶対無理。じゃあ、ちょっとまだ来てないんで待ちましょう。はい。え、なに？緑茶？緑茶入るじゃない。焼いていく。私人生でトングってさ、食べるぐらいしか持ったことないんだよ。それって俺に対するやつ。私に肉を貸せるんじゃないっていう、そういうやつですか。やめてもらっていいですか。これこんなんでいいの、わかんない。焼き方変じゃん。全部いく。大丈夫、こんなんでいいと思う。マジでね、ちょっと持ったことないの。いつも焼いてもらって生きてんだよね。あ、そうなんだ。人に今日は鍛えたけどね、しっかり。うん、焼いてほしい、あわよくば。じゃあ乾杯しよう。僕はハイボールを頼みました。乾杯。あ、うまっ。外差し出しとくね。美味しい。いかがですか。まだ食べてないんじゃない。待たれ、いきますよ。いい色ですね。どうぞ。いかせていただきたいと思いますよ。焦げてる。すごいね、これが深くてね、煙が出ないからいい感じ。わかる。おいしい？あれ、まあ、僕はね、実はあの若干焦げてるぐらいが好きなんで、全然許容範囲って感じなんですよ。お腹痛くなってきた。やめて。待って、これやばい。この肉やばい。やばい、これ。私、焼肉食べるとお腹痛くなるんですよね。やばい。牛タン。牛タン。絶対熱い。ちょっと待ってほしい。塩がいいだ。僕レモン派なんですけど。え、酸っぱくない？あっか。あっか。これ見てみて。うまい。やばい、焦げちゃった。もういける？カツだー。僕は大好きなんじゃないですか。大好き。カツ大好き。食べてください。生や。生やね、なんかゴリゴリしてるのが好き。あら、一気にやっぱらほいかな。あ、いいよ、一気になっちゃって。ちょっとしか勝たんのじゃよ、世の中は。知っとんのか。あー、来ました、ゆって。やったー。生卵食べれないんですよ。じゃ頼むね。生卵は食べれる。いただきます。おいしい。これ
大勝利。そんな好きじゃないんだよね。本当？おいしい。熱っ。サムギョプサル、デジカルビー。ハツ。ハツか。ハツまだ食べられない。結構ヒートの時間かかるね、これ。うん。いつ食べていいか分かんないよ。ピンチ？ピンチはチャンスだよ。チャンスなのこれ。それチャンス。これチャンスじゃないよ。これアタックチャンスよ。マジこれチャンスやってみます。すごい美味しそう。ノーデでお腹壊したら知らんね。私結構いっちゃうタイプ。すいません、これ三六三です。どうですか？怖い。怖いよ。ダイソンやダイソン。幸せそうに食べるね。顔赤くないですか？食べ放題後半の顔しとる。もう無理。私はお腹が痛い。食べろよ。焼肉屋さんに来ると100%お腹痛くなるわけ。一生食うんだ。でも大好きなの。蜂の巣。どこの部位か調べたらさ、胃だって胃。すまんの。ねえねえねえ、蜂の巣さ、胃だって胃。僕が食べたがっていた、なんだっけ、蜂の巣っていう、蜂の巣っていうこの肉ですね、焼けたやつなんですけど、食べてみてください。食べたんだよ。もう食べた。まだ食べた。私なんか大体のお肉好き嫌いあんまないんだけど、美味しいの？美味しい。どっち？自分は好きじゃないだろうか。じゃあ食べれそうだね。よかった。なんでマスクつけたんですか？お腹いっぱい。ダメですよ。ごちそうさまでした。もうこれで出ちゃう。マスク外して。I don't have Japanese。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。